クナッピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆さん、 YouTuber の皆さん、お元気ですか？ナッピーも元気ですよって言った感じやってきますね。はい、今日はローソンさん行ってまいりました。スイーツでございますよ。でもね、とっても可愛いね、商品名なんですね。はい、こちらでございます。はい、ちょっとね、めちゃくちゃ冷やしてあるんですね。はい、こちらです。ローソンさん、プニンでございます。プニプニしたマシュマロサンドでございます。はい、お値段が税込み180円、カロリーが178キロカロリーとなっております。製造は山崎製パンですね。では開けてまいりましょう。イメージはこんな感じなのね。はい、こんな感じでね、プラスチックの容器に入っております。わかりますかね、ちょっと出しちゃいますか。よいしょ。はい、上から見たらこんな感じとなっております。ちょっとね、手のひらと比べるとわかりますか。結構かわいい小柄な感じのね、マシュマロサンドさんでございますね。横から見るとこんな感じになっておりますね。なんかちょっとね、イメージとちょっと違うかなって感じなんですけどね。はい、あ、ちょっとね、ほのかにね、クッキーのようなね、感じの香りがしますね。うん、これは、もちもち生地に、マシュマロクリーム、そしてチョコレート、そして、チョコレートの、板チョコですね。うん、板チョコが挟まってるんですね。はい。こちらですね、もちもち食感の生地で、プニプニ食感のマシュマロクリームとチョコクリーム、板チョコを、サンドしました。マシュマロクリームのシュワッとした食感とパリパリ食感の板チョコが楽しいマシュマロサンドですって言っておりますよ。なんかね、マシュマロサンドっていうか、どら焼きサンドかって言った感じなんでございますけどね。はい、こちら実食レポしてみたいと思います。はい、それでは乾杯しましょうね。マシュマロサンドって言えばね、氷結ストロング塩レモンですよねって、飲みたいだけなんですけどね。はい、こちらにいただきたいと思います。では乾杯、チーズ。うん、レモンが爽やかですね。すっきりしてますね。うん、甘みがあまりないんだからいいんじゃないですか。ないんだから甘みがあんまりなくてね、飲みやすいですね。はい、半分に切ってまいりました。あ、半分に切ると分かりますね。はい、半分に切ったらこんな感じとなっておりますね。もちもち食感のこの生地ですね、持ってるだけでね、こんな感じでもちもちしておりますよ。そして中にマシュマロクリーム、チョコクリーム、板チョコが挟まれているわけでございますね。それではいただきます。もちもちですね。はっ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 っていう感じでね。はい、うん、確かに生地はもちもちしております。そしてね、ほんのり甘いですね。うん、ほんのり甘いって感じ。うん、もち米かなんか入ってるのかな、すごいもちもちしてますね。そしてね、この中の、はい、マシュマロさんでございますね。マシュマロさんはね、そんなに甘みを感じないですね。あのエンゼルパイみたいにこうミルキーでこう食感のあるマシュマロかなって思ったけれども、こうシュワシュワっとなくなるような感じですね。もちもち、プニ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 っていうか、
ぷにょぷにょっていった感じのね食感でございます。うん、口の中でさっと溶けるますで、うん、なんかその味的には甘さを控えられた綿菓子みたいな感じですね。うん、もっと食感が欲しかったな。そしてでもね、このチョコレートですね、このチョコレートがまあいいお仕事をしてますよ。うん、よく冷やしておいたんでね、チョコレートのカリポリッとしたね食感とビターな濃厚な味がね口の中に広がっております。うん、このチョコレートがやっぱりいいアクセントになってますね。はい、そしてその下に、チョコクリームがあるんですけれども、チョコクリームはまあるのかなっていった感じですね。甘みが控えめなのかな、あまりよくわからないな。うん、じゃあもう一口。うん、もちしゅわカリ、うん、こんな感じ。うんうんうん、でもなんかイメージのね写真とかなり違うのが気になるところでございますよ、ローソンさん。うん、後味はやっぱり板チョコですね。板チョコのこの濃厚なビターな味が最後まで口の中に残るっていった感じでございますよ。もうちょっとマシュマロがこうミルキーでね、もうちょっと食感があったらいいな。そしてもうちょっとね、もうちょっとこうブワッと入ってくれると嬉しいんですけどね。まあマシュマロじゃなくてマシュマロクリームって言ってますからね、そういうやつなんでしょうかね。はい、今回ねローソンさんのプニ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 したマシュマロサンドをいただいたわけでございますけどね、生地のねもちもちっとした食感とプニプニじゃなくてプニョプニョっとしたねマシュマロの食感、そしてカリッカリッとしたねビターなチョコレートの味わいね、で甘さ控えめなチョコクリームと相性はバッチリでございます。はい、そんな今回のスイーツでございました。気になる方はぜひ召し上がってみてください。ませ、ふなぴーは一回食べたらいいかなといった具合でございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。